仕事は厳粛な場において、その場を取り仕切っている人物に断りなく、場の流れを乱すような会話をすること。学校での授業中や職場での勤務中など喋ってはいけない状況で、メンバー同士が勝手に会話をすることを指すことが多い。人間には、集団の秩序を維持する機能があり、社会ルールから逸脱する存在に対しては、倫理的判断によって、嫌悪の感情が生じる。 上映中の映画館や授業、または講習中、など、他人に、社会道徳性嫌悪を想起させる場面で死後を慎む、ことを、死後規範と呼ぶ。一般に、社会道徳性嫌王の感受性は、発達が進み集団への帰属意識が大きくなると、共に強くなる。そのため、年代が高いものほど、他者の死後を問題視する傾向がある。 授業の妨げとなるささめごとは小学校から大学、専門学校に至るまで関心の高い教育問題となっており、1990年代以後に続出した学級崩壊や授業崩壊とマスコミが読んだ学級経営が困難な状況の要素の一つとされる。死後によって他の生徒の授業を妨害することは単に迷惑なだけでなく人権問題ともなり得る。 授業中に生徒同士で交わされる死後には、授業内容に関係のある死後と無関係な死後があり、授業に関係のある話題の場合は、規範意識が低下する。死後の大きさは、授業の分かりやすさや関心の持ち方とは、必ずしも相関関係になく、テーマが身近なほど、音量の大きい死後が増える傾向がある。また、多くの生徒は死後はしない方が望ましい承知しつつ、 教師の死後への関与度を見定めた上で死後を行っている。席次の決まっていない大学などの授業では、教団に近いほど死後は少なく、後ろの席ほど友人同士が固まり死後が増える傾向がある。北村和幸は、アメリカの大学では、日本の大学のように死後をする学生が少ないことを指摘し、その理由として死後は、講義から利益を得ようとする。 仲間の妨害となるという意識が共有されているため、学生間で死後が生じないように牽制し合うという。日本の学生にも死後規範は認識されているが、学生が自主的に注意し合うという姿はまず見られない。日本の大学生に死後が横行する原因として、死後に加わること期待されているというインフォーマルな規範意識が死後規範を上回ることが指摘されている。ありがとうございます。